ご飯はココイチのカツカレー。はい、成田空港到着しました。荷物がマジで重くて動画撮れないので一旦荷物を預けます。よっしゃ、重すぎる。はい、荷物が重すぎてバタバタでしたが、ここまで、来ることができました。荷物預けてまずインチョンに行って、そこからバンクーバーに向かいます。はい、ついにボーディング時間になりました。いや、ワクワクと不安がもう交互に来る、すごい複雑な気持ちですけど、楽しんで頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。カナダ、久しぶりだ。海外が久しぶり、楽しみです。それでは行ってきます。はい、インチョンで乗り換えです。時間が50分しかないので急ぎ目ですと。いや、久しぶりの海外にテンションめちゃくちゃ上がりますね。うわあ、楽しい。これから、飛行機乗り継いでバンクーバー向かいます。いやー、最高だ。到着しました。まだ入国はできてないですけど到着しました。めちゃくちゃ海外っていう感じ、テンション上がる。それでは入国無事できるよう行きましょう。はい、無事入国できました。いろいろ時間がかかりましたけど、なんとか入国できました。かなり。それではホテルに向かいましょう。久しぶりの海外、もうテンションが上がって、アドレナリンが出て、多分めちゃくちゃ疲れてるんだけど、疲れはあんまり感じないような感じです。よし、それでは行きましょう。よし、絶対やってやるぞ。楽しい1年半に
していきます。見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもこんな動画上げてます。よかったら見てください。